そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。いやー、冒頭のね、動画というか、写真というか、見ました？今日ツイッターの方でも写真あげたんですけど、秘宝とかね、最近秘宝っていうのが個人的に好きなんですけど、日曜日の朝ね、家出るとき、縁石にちゃんとの、ドカーンとなって、やべえと思ったら、タイヤの脇があんな感じでね、もう、まあ、エアは漏れなかったんですけど、まあ、タイヤさん電話したら、もうやばいですと。もうすぐ交換してください、そのままだと危険ですということで、まあ、たまたまその日は在庫なかったんですけど、1日で、ね、届いてよかったです。一応ね、あのタイヤ、そんな高いもんじゃなかったんですけど、ピレリなんですよね。今、ピレリも中国製とかあるんですよね、知らなかった。めちゃくちゃ安いんですけど、でも18インチでね、235の40で結構すんのかなと思ったら、意外と2万ぐらいで、一番ネットで調べたら1万何千円でも買えるとかなんですよね。まあ、工賃とか全然別ですけどね。まあ、なんだかんだ1本2万ぐらいなんですけど、今回助かったのが、買うときに、勧められてお店の人に、パンク保険入っといた方がいいですよ、つって、パンクなんかそのし、今時そんなしないしよ、って言ったんだけど、じゃあ、入っといていいですよ、ということで、2年以内は、パンクしたら、なんかただで交換できるっていうことで、5000円ぐらい保険料かかったんですけど、ああ、じゃあ入っておきましょうか、入ってたら、で助かりました、今回。そういうわけで、一応タイヤ排気量だけくださいって330円買ったのかな。あとは工賃も全部保険で無料で助かりました。ありがとうございました。うちのお店のね、から車で15分ぐらいのところにあるんですけどね、富士コーポレーションさんにお世話になりました。ありがとうございました。また今年の冬もね、スノータイヤというかね、スタッドレス買いに来ます。よろしくお願いします。ちゃんと新品にこうなりましたね。いや、助かったわ、本当。皆さんもね、タイヤ保険はね、車乗られる方、入っとった方がいいかもしれないですね。よろしくお願いします。ということで、今回はいきなりパンクしたんじゃなくて、サイド、タイヤの脇がちょっとね、ぶつかって、縁石にぶつかって、ちょっと穴が開いちゃって、表面ね。で、そのまま走ってると危険だということですね。もう脇が穴開くと大変なんですよ。でもギターもね、もしサイド穴開いたら、これ大変じゃないですか。想像してみて、サイド割れて穴開いたら。ところがね、世の中にはすごいギターがあるんですよ。サイドに最初から穴が開いてるギターあるんですよ、ほら。すごいでしょ、これ。これで、演奏者にも音が聞こえるってこと、2箇所開いてるんですよ。すごいよね。もう今日タイヤが穴取るのすぐこれやると思いましたからね、もう。ただでおく、ね。もうただでおきませんよ、本当に。さあ、そういうことで、今日はですね、こちら、SPT、珍しいギター、僕もね、正直このブランドはなかなか入ってこないんで分からなかったんですけど、まあ、アメリカの企画したあれみたいなんですけど、まあ、製造は中国だと思いますけどね、一応カッターウェイがついていて、エレアコになっていて、そしてなんといってもこのサイドに穴が開いているというね、なかなか珍しいギターです。まあ、それなりに傷とかもね、ちょこちょこあったりするんですけども、一応そんな立派じゃないですけども、ソフトケース、ギグバッグ的なのもついてますので、で、見て、まあ、多分これ全部オール合板だと思うんですけども、トップが、トラメが非常に綺麗です、ブルーでね。じゃあ、細かいところ、こちらのカメラで、どうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。SPT ギターね。さあ、これ綺麗でしょう。ボディートップのこのね、なんていうの、グリーンというかね、トラメが非常に綺麗です。さあ、ボディートップから見ていきましょう。ボディ周りちゃんとね、こういったカイな感じの飾りがしっかり入ってます。で、パッと見ね、ボディートップ、細かな傷はね、ちょこ、目立った、あ、ここ、今、画面上ちっちゃな打痕、ほら、ここ、ね。あと、擦り傷、ちっちゃい擦り傷だったんですよ。ここもちっちゃな打痕、わかんないかな。まあ、要するに、目立つ傷、打痕はそんなないです。はい。こういうタイプね。はい。フレットはね、そうだな、そんな減ってないんで、7割、8割。そして、ローズウッド指板も綺麗ですよね。こんな感じです。はい。ヘッドもちゃんとバインディングが施されて、高級感ありますね。ペグも綺麗ですよ、ほら。ちゃんとピント合ってるでしょ、これ。はい、後ろにしてみます。ペグはノーブランドのペグです。
つまみがプラスチックのちょっと高級感あります、若干。そしてね、残念ながらこのヘッドのこっち側が傷がどんどん打痕あります。見えますかね、はい。まあ、ご自分でこれ似たような色でタッチアップしてもいいと思います。ハイネック、この辺に少しね打痕あるんですよ、ほらここね、そのぐらいかな。そしてね、後ろがね、ボディートップすごく綺麗だったんですけど、後ろがボディバッグが小さな傷がほらこの辺ちょこちょこっとあったり、この辺もちょこちょこっとあったりします。まあ、それなりにこう引いたんでしょうね。はい、こんな感じ、細かな傷はちょこちょこあります、後ろは。はい、サイド出ました。これほら独特のサウンドホール、これ下側ね、でここにプリアンプ、電池ボックスとボリュームとイコライザー、そしてこっちには2箇所あるってのを僕初めて見たな。このサイドサウンドホールが小さい穴がいくつかあるんですよね。傷はね、ここにちょっとちょこちょこっと傷がね、細かいのがあります。ここにもちょこちょこっとありますね。はい、こっちの方は、あ、ここに一箇所ちっちゃな傷、はい、ここにもちっちゃな傷、はい。まあそれなりに小傷はちょこちょこありますね。はい、でもボディートップが非常に綺麗なんでいいと思います。ちょっと置いてみます。そしてこちらは、これ専用ではないのかな、どうなんだろう。こういったあのソフトケースですね、まあ、それなりの若干厚さありますけども、こういったケースもついております。一つよろしくお願いします。 SPT、 なんといってもこのサイドサウンドホール付き、これが珍しいですよね。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。非常にね、ボディートップは綺麗ですよね。さあ、そうは言っても原稿を見てみましょうか。6弦12フレット上で約ですけど 2.3 くらい低く設定しました。ナット幅43ですね、大体。で、握りね、今時ですね、あの薄めの U シェイプ。さあ、そして今回はですね、僕珍しくエリクサーはエリクサーです。そしてカスタムライトはカスタムライトなんですけど、なんと珍しくフォスパーブロンズ貼ったんですよ。なんでかというとですね、一応あの基本的にあんまりフォスパーブロンズ貼らないんですけども、そうは言っても在庫で置いていたんで、あんまり長期在庫になると悪いなと思って今日はこれに貼ってみました。正直ね、これオール5番で生音そんなでもないのかなと思って、ちょっとでもいい音した方がいいかなと思ってこれね、思い切って貼ってみましたが、意外といい音なんですよ。まず開放弦、ほらね、キラキラっと、じゃ指でサウンドフル真上で、おお。そしてね、このギターはやっぱなんといってもね、このサイドに穴が開いてるので、サイドサウンドホールとも言うんでしょうかね。ちゃんとここにめっちゃ聞こえるんですよ、弾いてて。多分これはね、なかなか今日この動画で伝えにくいんですが、いくつかのブランドでもこういうのあるんですよ。あのヘッドウェイさんでもありましたね、ここに。でヘッドウェイさんの場合はこうち今回のこのギターは小さい穴がいくつも開いてるんですけど、ヘッドウェイさんは割と大きな穴がポコンと開いてましたね。面白いね、これさっきね、いたずらで紙ちょっと貼ってみたんですけど、やっぱりここ閉じると全然違うんですよ。これは練習用にはもう最高かもしれない。だから家でこう優しく弾いて自分にしっかり聞こえますからね。さあ、じゃあそうやってピック使ってみますね。ほら、それなりに出るんですね。こっちが穴開いてるんで、ちゃんと前にも出てます。さあ、そうは言っても一応ね、イコライザー付きの、ね、プレイアンプ入ってます。じゃあちょっと電源上げてみますね。で指で弾いてみる、まずほら、リバ
とかけるとこんな感じ。調子に乗ってコーラスもかかるとこんな感じ。じゃあまたエフェクト切ります。エフェクト切ってこんな感じ。が先ほどの、ソフトケースですねがつきましてお安いと思います。税込みで19,800円です。よろしくお願いします。まあ、あのお手軽でねこう買った上付きの、綺麗なエレアコンを探している方にはぴったりだと思うんです。ましてこれ変わってるもんね本当にね。さあそしてね今日はねあのコメントでこの間あったんで質問が、このチューナークリップチューナーこれ何ですかっていうことなんですけど、これねあの知ってる人は知ってると思うんですけど、最近結構これ流行っていてめちゃくちゃ感度いいんですよ。結構します。 TC エレクトロニックっていう会社の、ユニチューンっていうモデルで6000円前後で売られてますね。6000円前後します。でも感度がすごくいい。確かにめちゃくちゃ反応いいんですよ。ちょっとこんな感じになります。どうぞ。はい、見えますかね。わかる、これ今ね片手で右手で持って左手でこう弾いてるんでめっちゃ難しいけど反応がいいの。もう一回やりますよ。まず6弦弾く。ほらめっちゃ反応いいですよこれ。これはいいよね。でずっとほらめちゃくちゃで明るいです。この LED というかねめっちゃいいですね。おすすめですよこれ。まあ、ちょっと高いけどね、クリップチューナーにしてはちょいお高い6000円前後かな。よろしくお願いします。なかなかこれどうですか、ピント合ってるかな。はい、ユニチューンです。 TC エレクトロニックユニチューンです。別にこのチューナー売ってるわけじゃないですけどね、個人的におすすめなチューナーだと思いますね。えなかなか反応でしょ。まあ、あのクリップチューナーって、まあ、安いのはもう1000円ぐらいからもいっぱいあるんですけども、正直このくらいの金額出すと確かにめちゃくちゃいいんですけど、どうだろう、これは好みだからな。好みいろいろ試してみてください。はい、最近僕はこれも使ってるしいろいろ使ってるんですけどね。あのただし欠点もあります。正直これねやっぱりめちゃくちゃ明るいでしょ。めちゃくちゃ反応がいいんでビャン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 、この LED というか電池は早くなくなる。うん、電池は持たない。まあ最近のクリップチューナーこうやって明るいんで電池の持ちは厳しいかな。だからあのボタン電池正直高いの買った方がいいです。正直お隣のねあの100円ショップとかで売ってるんですけど、100円ショップだとね今安いやつはこのタイプ3つで100円で売ってるやつあるんですけど、それ使うと本当あっという間になくなるんですよね。そんなこともありました。今度ねいろいろチューナーの話もしてみたいと思うんですけど、僕が使ってるこういうラック式とかね、あとは足元に置くやつもあるんですけども、やっぱりチューナーはねライブやる人は正直クリップもいいんだけど、やっぱもうちょっといいの買うとまた全然違うと思うんですけどね。まあそういった話も今度またやってみたいと思います。ということで今日はですね、タイヤの話からチューナーの話もあったり盛りだくさんだったんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。ということで今日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。今日のギターどうでした？好みじゃない。では次回の動画も見てくださいね。